皆さんこんにちは。また面白そうなねイベントの方がやってきました。カットバセキャプテンヤムチャということで、なんかねまたお遊び的なイベントなのかな、ハードしかないんだけど、少し詳細の方を見ていきましょう。でですね、こちらドラゴンボールスーパーのシャンパの挑戦状、今度は野球で勝負だが放送されたことを記念して特別編ですね、ということのなんかイベントらしいですね。ボスとして登場する第6宇宙軍団シャンパ、ポタモ、マゲッタ、キャベ、全員に勝利しステージをクリアすると限定ミッションの報酬としてヤムチャは必ず仲間になるということです。でまた、各種ボスに勝利するたびに一定確率でこのヤムチャがね仲間になるということで、パッシブスキルの方が敵が2体以上いると自身のディフェンスがゼロになり、アタックは4000アップなんでヤムチャこういう時使われるんだろうな、本当にネタかよっていうね。これが27日までやってるということなので、じゃあ早速ねちょっとお遊びイベントやっていきたいと思います。はい、ヤムチャ相手にこんなパーティーで挑もうと思います。ゴジータサンドのもうスーパーサイヤ人パーティー、こんなん来たら恐ろしすぎるだろう。まあやっていきたいと思います。ああそういうことか、4体これ散りばめられてる感じかな。でこれに勝っていけばいいと、そうすれば確実に仲間に入る。で一定にとかよく分かんないけど、ずっとやっていけばいいのかな。とりあえずレベルが低いイベントだよね。ただこれヤムチャやっぱドロップするようになるってことは、やっぱ素材に使えというイベントだと思います。ここら辺に勝っても一定確率でドロップするっていうことなのかな。で最後には必ず確実に仲間に入るっていうことでよろしいんでしょうかね。こんなパーティー嫌すぎるでしょ恐ろしい。はい、続いてですね、まあ、何かしらこれ周回する意味があるんだろうね。まあ、あのヤムチャの技レベル上げたいという片用ですよね。で肝心のヤムチャがねなんか出てきてくれるのかなと思ったけど、まあ、そんな感じはなさそうですね。最後はキャベで終わりだ。さあこれで4体目になります。怖すぎるなこんな本当に怖いと思う。お、久しぶりにゴテンクス気力11で止めました。痛そうこれは。あれあれヤムチャは、ミッションでゲットできる感じか。限定ミッションの報酬として必ず、まあ
あれね、ミッション報酬だからドロップじゃないんだね。各種ボス、あーやっぱそうだね、一体一体でそこで一定確率でヤムチャが落ちるということですね。まあ一番最初落ちなくなってるのかな。うん、ちょっとロードが最近また遅くなってきてるの。ミッション見たいんだけど、やべ止まった。最近またなんか遅くなってませんか、ドッカーバトル。俺だけかな。はい、ミッション、こちらヤムチャ。なんで SSR なんだろうっていうね。ステージノーマルを1回クリア。あれ、これしてないっけか。でこれもね結構ねバグなんですよね。こちらやるじゃん。で俺のねこれフレンド赤、ほらなんで出てんのアイコン。はい来た、ヤムチャ。必ず俺がホームランを打ってみてますよ。まれ2回。これなんか使いたいんだよね、ヤムチャとかも。なんか使えたらなと思うんだけどな。まあコスト3だぜこれ SSR で。まあというね、なんかおふざけイベントというか、まあ、ネタイベントでした。まあ皆さんもねコレクションにこういう面白いキャラクターヤムチャねゲットしてみてください。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。